11月1日の調整で計略時の追加効果に旧兵種ルーハ2から新兵種ルーハ3の効果に変更された破壊コラボと型再造を紹介するよ。シンプルに考えてもゲージ2消費総合の効果が3消費総合の効果になったっていうか分かりやすい強化やね。各兵種ごとに効果が1つずつ追加されて、騎兵は加速状態維持でさらに加速、槍兵は損撃の複数ヒット、弓兵は走射間隔短縮、鉄砲は発射間隔短縮、信じても剣豪は斬撃発生速度上昇がつくようになったよ。一回ずつの効果はルサではあるけども、複数部隊に効果が乗るから使ってみると以前より明確に強くなったように感じたよ。式7でブロックプラス4が約18カウントと効果時間が長いから兵士アクションを行える回数も多く、いろんな江戸幕末デッキで使えそう。今回は剣豪デッキだと厳しい鉄砲強化系の高齢相手やから効果時間差で戦うことになりそう。超絶鉄砲相手ならともかく、鉄砲強化を含む全体強化相手の場合、原田で返そうとすると乱戦で武力負けするのが不利。とはいえ原田はスペックが高いから計略は少々控えめくらいじゃないと、他の同じ枠のカードの出番を奪うし、魔法修正も納得。 1.5 コス武力6得気持ちはそれだけで強いところあるし、まぬいものだろうが何だろうが貫きゃ誠になるはずだ。フッバカだ、進めば極楽、近場地獄ぞ。おら発射、殺すよ、発射、殺すよ。流派発動、見ろ肩、流派発動、二の肩、撃つよ、撃つよ、俺が決めるんだ。こういう効果時間把握してのメタなら勝敗関係なくやれると気持ちよいところ。殺すよ、どけ、無理、発射、戦機解放、面白いね。でもちょっといじめすぎちゃったかな。ダメだよね。当てて直後の潜入プレート相手はこのクレジットで黒田長政を吸ってる感じかな。我求めるは勝利のみ。おら！殺しよ。一斉発射！さのけ！殺しよ。一斉発射！殺しよ。
星発射。どけ。忘れるかよ。一斉発射。どけ。一斉発射。はあ。どけ。信じて待ってろ。無謀の大和魂である。おら、死にたい奴からかかってこいよ。ふっ、さなて、さなて、殺すよ、さなて、さなて、てめえの信念だけは曲げねえ。流派発動。3の方、流派発動。2の方、一斉発射。日本が一つにならなければ列国には勝てぬ。僕だよね。この子には手を出さないでくれるかな。オキタは20カウントあるから士気あふれて言っておこうかな。日輪の影となり、まずは戦場でお相手しよう。何だろうが、貫きゃ誠になるはずだ。殺す。一斉発射。取るわ。回り回るロンドを聞け。魂である。殺す。我は死なねえ。殺す。信じて見ててくれ。
俺、お前がいる限り絶対負けないから。